はい、酒好きなもと新潟人の飲酒動画です。今回は、サングリア果実酒、ワインみたいなもんですね。まあ、中杯かな。ギュギュッと絞ったサングリア、メルシャン。白ワイン×ピーチ&マンゴー&オレンジということで、アルコール度数 6%。逆さにすると、ああ、かなり沈殿してるね。かなり沈殿してるわ。なんか。軽やかな白ワインとギュギュッと絞ったみずみずしい果実の美味しさをお楽しみください。果実の成分をよく多く含んでいるためよく振ってからお飲みください。これ炭酸入ってねえのかな？よく振ってからって書いてあるけど。炭酸飲料ではないのか。甘口、酸味優しい、味の濃さ程よい。ピーチとマンゴーとオレンジの豊かな香りととろりと熟したふくよかな味わいが特徴です。冷やしてそのままお飲みいただいても、氷で割っても美味しく召し上がれます。メルシャンが各国から選び抜いたブドウ果汁を国内で醸造し、日本人の味覚に合う高品質の味わいをお届けしています。原材料が輸入ブドウ果汁と国産ピーチ果汁と輸入マンゴー果汁と輸入オレンジ果汁使用。容量が 500cc、アルコール度数 6%、香料と酸味料と酸化防止剤を使っていますと。ということです。ほとんど酎ハイだろ。ワイン。ワインちゃう。カピー。あ、うまっ。あ、これうまい。あ、うまっ、これ。これ甘くて美味しい。桃と、オレンジとマンゴー。が合体したような味。うん。ほとんどジュースだ、これ。これはジュースだ。これはもう、ジュース、ジュースです。あれ、ウォッカどこ行ったっけ？ウォッカで、びっくりした。ああ。びっくりした。できた。びっくりした。を入れてこれ美味しいですね。ああ、うん。まあほとんどジュースです、これ。酒じゃねえ。うん。ただ、これ値段が結構した気がするんだよな。ギュギュッと絞ったサングリア。サングリア。でも、前回飲んだあのサングリアよか全然美味しいっすね。うん。美味しいっていうか、なんていうかな。あ、でも結構種類あるんだね。1、2、3、4、5、6。10種類ぐらい出てるっぽいですね、これね。
なるほどね。カクテルの、俺が大好きな、桃の、桃の、なんつったっけな。ファジーネーブルか。カクテルでファジーネーブル好きな人はこれ大好きだと思うね。桃リキュールとオレンジジュースだっけ。ファジーネーブル俺大好きなんですよね。ピーチリキュールとオレンジジュースを入れるやつなんだけど、超うめえの、マジで。恐ろしいぐらいうまいんですよ。マジで。恐ろしいほど美味しいんだよね、これね。マジで。ピーチリキュールがね、あれなんだよ。ピーチリキュールがそう、アルコール度数が低いんですよ。そこが問題なんだよ。クレームドペシェがね、アルコール度数たった15度なんですよね。そこが問題なんだよ。これがアルコール度数40度とかだったら、毎日でも飲むんだけど、15度なんで、で、しかもカクテルで言うと、だいたい1対1で割るっぽいですね。違うのか。ファジーネーブルね。アルコール度数がね、低いんですよ。とにかく。とにかく低い上に、恐ろしくこの、ピーチリキュールが恐ろしいほど甘いんですよね。これ多分女性の方大好きだと思うね。むちゃくちゃ。むちゃくちゃ大好きだと思うよ。これは。これもほぼファジーネーブルだ。むしろファジーネーブルよかうまいんじゃないか。だって、白ワインはあれとして、ピーチとマンゴーとオレンジが入ってる、ね。で、白ワインは白ワインで、ワインだからブドウだから。前回っていうか、赤ワイン、これの赤ワインのやつは結構渋かったんですよ。赤ワインだから、結構渋かったんですけど、これは全然渋みは白ワインなんで一切感じないですね。これ美味しい。クソみたいにうまい。クソみたいにうまいけど、ただ、多分値段が結構する。俺 500cc で、いくらすんの？ちょっと待って。500cc で値段いくら？嫌な予感が。ちょっと待って、アマゾンだと、899円もすんだけど、これ本当に？これ1本で899円って恐ろしく高くない？ 500cc だよな。ちょっと待って、これは恐ろしい高いぞ。価格
格 .com。価格 .com で最安ね。516円。あ、500円か。500円でもちょっと高いな。高いな。500円でも高えよ。だって 500cc で500円でしょ？高いよ。ほとんどチューハイだもんね。ああ。だって 6%、アルコール度数 6% でさ、ほぼチューハイレベルですぐ飲めるもんね。こんなの。なるほどね。ああ、久々にファジーネーブル作って飲みたくなってきたな、本当に。ピーチリキュー。ファジーネーブルがね、アルコール度数 3% ぐらいですね、これね。普通に作ると。うん。いわゆる、ピーチリキュールこんぐらい入れて、あと全部オレンジジュースでフルアップだから。で、アルコール度数15度のやつでしょ。15度のやつこれぐらい入れてさ、あとお前オレンジジュースで割るんだから、お前。当たり前だよな。でもちょっと高いアルコール度数のやつもあるみたいですね。有名なカクテルで、カクテルとかのリキュールで有名なボルスっていう、アサヒの、これは、あれなのかな、うん。ボルスっていう、まあ、種類がかなりあるんだけど、このボルスピーチっていうやつがあるんですよ。ボルスのね。まあ俺、そもそも俺、ボルスって一切買ったことないんだよな、そういえば。うん。種類がすっげえあるんだよね、これね。うん。ほんとに。なんでもあるんだよね、種類が。だけど一切買ったことないんですけど、まあこういうのってか結局カクテルに使うやつなんだけど、それ単品で飲むってことはまあないですね。カクテル用のリキュール。ボルスのピーチが 17%。 あれ 17%?あ、アルコール度数 17% とかゴミじゃん。もっとピーチリキュールでもうちょっとアルコール度数高いのね。ピーチリキュール。ピーチリキュールでアルコール度数高いやつがいいんだけど、
ああ、これかな。ピーチツリーっていうリキュールがあるっぽいんですけど、これがアルコール度数 20% ですね。20%。まあ、若干高い。まあ、それでも低いんだけどさ。あれだよね。まあ、致し方ねえかっていう感じはするよね。確かに。ああ、でも寒くなってくるとさ、甘いもんが飲みたくなるんだよね。これ俺だけかな。甘いね、酒が飲みたくなるんだよ。マジで。例えば、なんだっけ。まあいろいろあると思うけど、甘いやつね。今度、このオリジナルピーチツリーっていうのを買ってみようかな。マジで。結構値段安いし、1200円ぐらいで買える。で、ファジーネーブルなんですけど、一応ウィキペディアには、標準的なレシピが、ピーチリキュールを 30ml と、オレンジジュース 30ml って書いてあるんですよ。まあ、つまり1対1で作るって書いてあるんだよね。だから1対1で作れば、まあ、アルコール度数 20% だったら、10% のやつを作れるわけだ。で、先ほど、俺が今、これ買おうかなって言った、このピーチツリーっていうリキュールね。まあ、桃のリキュールなんだ。それを使った、カクテルっていうのも存在するみたいで、ピーチリキュールを、ピーチツリー、カッコ、ピーチツリーっていうやつを、もうこれ固定なんだよね。ピーチリキュールはピーチツリーを使用し、ロングドリンクとして作ったファジーネーブルのオレンジジュースをトニックウォーターに変えると、ピーチツリートニックっていうのになるらしい。カクテルとしてね。作り方は、氷を入れたタンブラーに、ピーチツリーを注ぎ、カッコ 45cc。で、よく冷やしたトニックウォーターで満たす。最後にレモンを飾れば完成である。ファジーネーブルとは違い、注意。ファジーネーブルとは違い、ピーチツリーを使用しなければならない。で、オレンジではなくレモンを飾ると書いてあるんですね。まあまあまあ。俺基本的にオレンジジュース大好き人間なんで。ああ、マジで。こう見えて俺オレンジジュース大好き人間だからね。本当に。オレンジジュースはね、大好きなんですよ。ただね、本当にね、クソみたいにね、安いやオレンジジュースはね、まずいんで。俺よくオレンジジュースは飲むんだけど。ただ、オレンジジュースって実はあれ、糖分が大量に含まれてて、果糖だけどね。あんまり体には良くないっていう、らしい。ですね。そう、マリブビーチとかね。マリブビーチか。マリブとかね。こういうやつ。昔飲んでたんですけど、マリブと、あと、あれなんだっけ。マリブっていう、何リキュールあれ？ココナッツリキュールか。あれ、そう、マリブコーラとかね。コーラで割るとマリブコーラってなってすげえ、うめえっすよ。懐かしいマリブコーラとかね。
で、マリブオレンジとかも作れるんですよね。これマリブもうめえんだ、これ。うん。マリブコーラとかすげえうまいんですよ。懐かしい。ただ、ずいぶん昔に飲んで以降、全然飲んでねえな。なんでだろう。なんででしょうかね。俺もわからない。いや、うめえんだよ、マリブって。アルコール度数 21%。まあ、まあまああるっていう。で、それ単品で飲むと恐ろしく甘いんですよ。だから絶対なんかで割らなきゃいけねえんだけど、まあ主にコーラで割ってマリブコーラにして飲むんだけど、うめえんだよね。ああ普通にうめえんだよ。ココナッツリキュール、ね、これもうめんだ、これこれもうめんだよ、マジで。ココナッツリキュールっていうのはなかなかね、レアですね。うん。あと似たようなところのアマレットとかありますね。これココナッツじゃないけど、ナッツ系のやつだよね。アマレットってね、これなんだっけ、前買ったけど、そういえば、買ったよな。全部飲んだんだっけ。あ、あんずですね。あんず。あんずですね。杏仁豆腐のあんの、あんずです。うん、懐かしい。そうそう、あとカルーアとかね。カルーアミルク。実はこのカルーアですけど、俺も今知りましたけど、カルーアのパンプキン味なんてのもあるみたいですね。パンプキンカルーアみたいなのもあるみたいですね。あと抹茶もあるみたいです。知らなかった。へぇ。普通に知らなかった。これちょっと飲んでみてえな、パンプキン。抹茶も俺大好きなんで、俺抹茶大好き人間なんですよ。実は。アイスで、スーパーカップってアイスあるでしょ。あれの抹茶味大好きなんですね。あとミント、チョコミント味。チョコミントも俺大好きなんですけど。うん。ほんと冬はね、ビールとかよりね、甘い飲み物が飲みたくなるよね。ただ逆に夏は、ビールとかだけどね。絶対甘いのはダメですね。逆に。本当俺男で珍しいんだけど、実は甘いもん好きっていう感じね。うん、男で年食ってくると、まあ、年食ってくるとっていうかあれなんだけど、ねえ、なんだ。さ、チョコレートさ、バレンタインデーにもらって、いや、俺チョコ苦手なんだよね、みたいな。で、結構若い時は結構チョコレート得意なんだけど、やっぱ30超えてくると、あんまりって感じの人もいるんじゃないですか。あ、カルーアのキャラメル味なんてのもあるよ。へぇ、知らなかった。キャラメル味だって、カルーアソルティッドキャラメルミルク。あー、これソルト、あー、はいはいはい。塩キャラメル味かな、これな。ソルテッドって書いてるから。へぇ、こんなの売ってんだね。やっぱカルーアの会社は結構売れてるんかな。あ、でもカルーア美味しいですよね、確かに。うん。まあ、カルーア美味しいですよねって言っても、ぶっちゃけ、まあ甘いコーヒーだわな。でもまあうまいことはうまいよね。だって牛乳で割るからいわゆるコーヒー牛乳なわけじゃん。で、コーヒー牛乳ってそこら辺に売られてるけど、コーヒー牛乳嫌いな人ってあんまいないじゃん。うん。ほぼいない。うん。
あの100円ぐらいで売ってる紙パックのコーヒー牛乳さ、嫌いな人ってあんまいないじゃん。で、それがただ単にお酒の成分、いわゆるアルコール入っただけ、みたいな感じでしょ。結局、そういうことやね。だから別に嫌いな人はまあいないっす。絶対。今年の冬は、あれかな。もう12月だからね。もう彼女いないんで、あれしようかな。今年の冬は、甘いカクテルでちょっと、あれするか。甘いカクテルでよ、ちょっと乗り切ろうぜ。甘いカクテルちょっといろいろ栄えで買ってこようかな。それともアマゾンで買う方。意外とアマゾンとかで買った方が安いんだよね。本当に。この現状狂ってると思うけどな。日本のこの現状がさ、絶対狂ってるんだよ。だってさ、なんでお前さ、アマゾンとかで買った方が安いんだよって話。それがなんか当たり前みたいになってるじゃん。でも実際さ、アマゾンとかでさ、なんで安いんだって話よ。だって配送料かかるわけでしょ。当然。送料かかるくせに、それよりか安いってことは、もう相当負担かけてるわけよ。アマゾンとか。だからそこら辺の店、酒屋とか、あの、近くにあるけど、そういうとこ行くより、アマゾンで買った方が安いじゃんっつって、クレームっていうかその、このさ、アマゾンのさ、カスタマーレビューにさ、投稿するバカがいるんだよね。うん、よく見るんだけどさ、よく見ない?なんかさ、近くの店で買った方が安かったですとか言って、一つ星入れるバカみたいなやつだな。ほんとおめえらバカなんだよ、マジで。頭狂ってんのか?ほんとに。だって当たり前だろ、そんなのって。そんな普通に考えたら当たり前じゃん。だって、そこら辺の店さ、の方がさ、安いってさ、そんな当たり前じゃない?ね?だって、アマゾンだってさ、配送料かかるわけでしょ?配送料かかるのにさ、でさ、高いの当たり前じゃん。むしろ安いってことはもう逆に異常なんだよね。この事態。本当に。本当に異常なんだよ。あれ?なんかアマゾンで、5%10、キャンペーン対象商品を買うとレジで最大 5% から 20% オフだって。ちょっと見てみよう。いいのあったら買うか。いいのあったら、全然いいのねえじゃん!なんだこれ。リキュールで見たらゴミみたいなのしかねえぞ。しかもリキュール。ウイスキーは?ああ、カティーサークオリジナル。いらねえよ、このクソ。カティーサークとかマジで。いらねえよ。ビールは?うん。なんだこれ、アマゾン限定、札幌エビスマイスター瓶、ペアグラス付き、グラスは欲しいけど、エビスマイスターってこれ、あれ、あれもう飲んだよね、これ。エビスマイスターってこれ何これ。もう飲んだよな、これ。あ、飲んだね。意味がわかんないな。エビスはもう終わったんだよ。エビスは俺の昔のあのエビスが美味しかったのに、まずくなったからもう、エビスはもうやめた。買うことをやめた。
うわ、ビールもろくなもんねえじゃん。せめてスーパードライぐらいあれよって思ったら、プレミアムモルツぐらいしかないよ。ふざけやがって。焼酎は？焼酎。これ、焼酎っていうかこれ。これあれじゃん。泡盛じゃねえかよ。泡盛はほとんどあれなんだよ。まずい。飲まないです。梅酒。ああ、梅酒か。まあ、梅酒も甘いからな。長屋梅酒。ああ、これは、美味しいかもね。シューハイ。うん。ダメだね。ろくなもんはねえや。ろくなもんがねえじゃん。まぁ、ちょっとこのエビスマイスターの、これ。これって言ってもあれか。グラスがちょっと欲しいな。ああ、グラスだけでいいわ。グラスだけでいい。グラスだけくんねえかな、マジで。ほんとに。ペアグラス付きとかさ、ムカつくんだけど。ペアグラス付きだって。一人しか俺、誰も、彼女もいねえのに、ペアグラス付きだって。うえぇ、ふざけやがって。なんなんだよ、これ。絶対あれだろ。クリスマス前に、クリスマス前に、あれだろ。狙ってんだろ、これ。クソ。ぶっ殺す？クソ。しかも2700円だって。クソー！エビスマイスターのこのグラス、ちょっと欲しいけど。まあ、ビアグラスですね。まあ、いいか。いらん！いらん、いらん！2700円、俺金ないんだって、マジで。マジで金ねえんだからよ。まあ、来月、しのげるかどうかな、怪しいんだから、お前。27日と。これはそこそこコクがあって、甘みが非常に強い。うん、まあ。まあでも、チューハイよかちょっと甘いぐらいか。香りも強いですね。これは美味しい。ただ、値段がすんげー高いんで、まあ、ちょっと500円で買うかって言われると、ちょっと微妙ですよ。4454です。ご視聴ありがとうございました。